気がついたらもう32歳になってた。音楽を始めて13年経てた。でもまだ越えられない壁がある。18年育ててくれたあの人、いつの間にかできるようになっていた。悪戦苦闘してたはずのキャッチボール、どんなワイルドピッチも包んでくれるグローブがそこにはあった。大きい背中、大きい手のひら、大きい言葉一つ一つ、人生の先輩、専属の家庭教師でも呼び名は一つ一つしかないんだよ。いつの間にか拒むようになっていた。どうしてしまうキャッチボール、今にも飛び出しそうな ボールを掴んだグローブがここにはあった。大きい背中、大きい手のひら、大きい言葉一つ一つ、人生の先輩、専属の家庭教師でも呼び名は一つ一つしかないんだよ。次は僕が受け取るなんだけど、まだまだ僕のボールを受け取ってほしいな。僕もいつか子供ができて、あなたにとっての僕のように、あなたもグローブでキャッチボールをするでしょう。大きい背中、大きい手のひら、大きい言葉、大きかった。
叫けば